やっほー、あやでーす。はい、ということでですね、今回は何の企画かというとダイエットです。正直マジでもう食べ過ぎてもう本当にダメで、ちょっと太ったんですね。ちょっとね、最近なんか顔にも出てきて、顔も太ったんだよね。これはまずいと思って、ちょっとダイエットを決意して、でなんか、まあ、ダイエットをするっていう動画を前に出したと思うんだけど、そっからね4日間ぐらい経ってんので、スタートしないの。まだなんでかっていうと、まず旅行とか楽しみなことがいっぱいあってでもこれが終わってからにしようっていうことで、やっとその楽しみなことが終わったんです。そうだからさすがに今日からやんないと。いや今日から、明日からなんだけど、ちなみに今日はマジで爆食いしました本当に。でも罪悪感抱くと本当にダメだから、もう罪悪感は全然ない全然ないんですけど、もう本当に明日からダイエットするから、明日やろうはバカ野郎、あ、よくこれは言います。でも本当に明日からやるんで、バカ野郎じゃないです。ということで、ちなみに今日何食べたかっていうと、なんか朝おにぎり 2,3 個食べて、でお昼ヒレカツとなんかうどんみたいな食べて、でおやつでなんかハリボーと赤福お餅みたいな食べて、もうほんとやばい。で夜はなんかパンもう全然後悔なんかしてないから、もう明日からマジでダイエットするから、みんな見てて。目指せは12日後、ん、何日後だ、何日後までに痩せたいんだ。あや3、4、5、6、7、あと7日間1週間なんですけど、ちょっと待って待って、やばい、7日間でマイナス5キロ無理に決まってくさって感じなんだけど、まあマイナス5キロ痩せたい。正直もうこれ最短痩せだから、ちょっと食べるの我慢する、ちょっとなんか置き換えダイエットとかにしようと思ってるんで、本当に頑張ります。皆さん見ててください。ということで、明日からスタートするので、明日からの密着っていうか、ところどころそのダイエットの様子とか、今日何食べたよとか何したよとか報告する動画で、7日間後皆さん見ててください。私のこのフェイスラインとか顔のこの感じ覚えておいてください。ということで、ダイエットスタート。おはようございます。朝になりました。今日から本当にダイエットなんで、マジでダイエットです。ということで、朝はちょっと何も食べないは多分よろしくないと思うので、プロテイン朝飲みます。これもドンキで買ったやつ、何にいいかはよくわかんない。プロテイン飲むやつないから、この水筒でやるわ。わ、最悪、口が合わないから。ちょっと、え、何これ。私プロテイン嫌いで避けてきた人生なの。そうだけどさ、やっぱプロテインってすごいいいって言うの、トレーナーさんも。プロテイン飲んでおけばなんだかタンパク質とかそういうの取れるからって言われて、ちょっと頑張って飲みたいと思います。うわっ、めっちゃこう吹き出してきた。ちなみに今は朝の7時なんですよ。今日はファッション系の仕事なので朝早いです。いただきます。じゃーん。はい、飲み終わりました。ちょっとね、マジで寝るの遅くなって、多分2時間ぐらいしか寝てないんだよね。なんでかっていうと昼寝いっぱいしちゃって、でも昼寝も1時間ぐらいしかしてないの。だから今日の睡眠時間マジでトータル3時間ぐらい、3時間あるかないかぐらいなの。本当にやばい、なんで寝れなかったんだろう。あ、そう、なんかダイエットするって決めたじゃん、だから着圧のスパッツ履いて寝ようと思って。多分それだわ原因、締め付けられすぎて寝れなかったんだわ。なんか苦しいなと思って、なんかちょこちょこ起きるし。だけど今回のダイエットはなんか着圧スパッツを履いたダイエットをしようと思って、あの本当にお腹周りとかまであるやつだから、すっごいきついのそれが。だからお腹いっぱいになるの、締め付けられて全然なんかご飯入んないみたいな。え、ダイエットによくねと思って履いて寝たんだけど、きつすぎて寝れないのと、あとこのさっきむくみのサプリを飲んだんだけど、めちゃめちゃ味がまずすぎてゲップが本当にまずい、最悪。ちょっとやめようかな、本当に。もういつも私が飲んでるサプリたちをどんどん飲んでいこうと思います。まずこちらね、鬼まずい、鬼まずいやつ、せーの。これコツとしてはマジで鼻の息止めて飲めば本当に味しない。あとは皮膚科でビタミン系の薬をもらったんですけど、寝てたくないから飲む日焼け止め的なやつを最近毎日飲んでます。やばい、水分しか取ってなくてめっちゃお腹いっぱいなんだよ。こんな感じで4粒見えます？見せなくていいよ。4粒いつも飲んでんだけど、朝すぎてさ、めっちゃテンション低くない？めっちゃ声低かったんだけど、今びっくりした自分で。ビタミンの薬だからめっちゃおしっこが黄色くなる、むしろ綺麗みたいな、え、むしろ可愛くねみたいなおしっこそういう色になります。 OK、 朝
朝の準備完了ということで、朝はこんな感じでした。でも朝って食べていいって言うから、今日はちょっとほんと寝れなさすぎて正直ご飯が入らない。食べようと思ったね。朝はちゃんとさ食べた方がいいじゃん。だから食べようと思ったんだけど、睡眠時間がなさすぎてお腹に入んないから、今日はこんな感じで朝が終わりたいと思います。それでは撮影行ってきます。皆さんどうも、撮影が終わって帰ってきました。ということで、撮影の現場にあったお弁当を持って帰ってきました。じゃらーん、美味しそう。こんな感じです。まあ、お昼はね、ちゃんと食べないとあれだから。マジでやばい、もう本当に今日あったかすぎて寝れなかったから夜。この後もちょっと撮影があるんですけど、一旦ちょっとだけ食べたいと思います。いただきます。うん、なんかヘルシー系なのかな。お肉もあります、鶏肉。うまっ。なんかちょっと食事中に言うのもあれなんだけど、本当にあれな話なんだけど、ちょ食生活悪すぎて台出すじゃん。台の方、お花畑の方じゃない、お花を摘みに行ってきますって。ショーだっけ、忘れちゃったけど、台の方は臭いんだよね。食生活本当になんかあるんだなと思って、そういうそこも影響してくるんだなと思った。確かにダイエットしてる時は臭くないもん。なんか撮影現場とかにあるご飯大好きなのや、なんかいつも持って帰っちゃう。もうね、せっかく用意してくれたらね、食べないじゃん。今日我慢しようと思ったの。お弁当はやめて、ちょっと家にあるヘルシーなものにしようかなと思ったけど、申し訳ないじゃん、やっぱ持って帰んないと。はい、こんな感じでお昼はお弁当いただきます。夜は、今日は近くで多分食べるので、大食いみたいな夜ご飯は食べません。皆さんどうも、こんにちは。マックを昨日企画で食べたんですね。で、まぁ、ちょっと食べて、今日本当に眠すぎて、12時間ぐらい寝てたの、トータルで。でも朝から何も食べてなくて、私のいつもの悪い癖ですね、一日一食になっちゃうっていう感じで、もう夜です。で、もう今日はスーパー行って、新しい具材を手に入れました。で、今日のご飯は鍋です。まだ出来上がってない。今日は何鍋かっていうと、ちょっと白い感じ？白くなってるんですけど。ちゃんぽんみたいな、締めでちゃんぽんにできるよみたいなやつでしたね。白菜鍋、これ超美味しそう。と、割引されてたカツオのたたき 20% オフされてたので食べました。見て、ネイル、ネイル買いに行ったんですよ今日。可愛くない？ギャルでお願いしますって言ったの。可愛い。これハートになってんの見える？こっちキティちゃんついてる。ほら、こっちもなんかバラがついてる。可愛い。テディいつもソファーで ああやってやる。手かけんな、そこに。テディ、テディくん。ちょ、お腹が空いて待ちきれないので、キッチンで立ちながらカツオのたたき食べちゃいます。すいません、行儀悪くて。一人暮らしだとさ、しちゃわない？キッチンで立って食べるっていう。私よくしちゃう。美味しそう。いただきます。うん、うまっ。追いポン酢しちゃおう。なんか夜さ、ご飯のさ、番組やってて、昨日卵かけご飯とかラーメンとか、もう何でも合う青森で有名な焼肉のタレみたいなやつがあるみたいな、なんかそういうテレビがやってて、もうそれが美味しそうすぎてマジできつかった昨日の夜も、その番組。しかもさ、お腹空いてる時ほどさ、なんか見ないようにしようと思ってんのにさ、見ちゃうくない？なんか YouTube とかでも。マジできつくて、本当にお腹空いた、本当にお腹空いた、本当にきつかった。鍋できたので食べていきます。鍋でーす。鍋をいちいちこっちに持ってくのめんどくさかったので、もう盛り付けちゃいました。いただきます。初めてなんだよ、あの鍋の素。美味しいかな。もう匂いはね、めっちゃね、ちゃんぽんみたい、マジで。うん、待って、やばい、マジでうまい。どうしようってぐらい美味しい。いや、大げさに見えんじゃん。え、本当に美味しいんだけど。てか今日からね、ゴールデンウィークらしいの。マジで渋滞やばいらしいよ。渋滞20キロ、成田空港7倍。大丈夫そう。私は何もなくて、お仕事、なんかゴールデンウィークとかにイベントとか入りがちだから何もしないんだけど、ゴールデンウィークが終わった後に超楽しみなことがあるから、もうそのために毎日頑張ってるって感じ。今日体重測ったら 0.4 キロぐらいしか痩せてなくて、今回マジでやばい。全然なんか痩せられない気がしてきた。でも1週間で5キロは絶対に無理だから、せめて3キロからなんか見た目変わってくるっていうから、3キロは頑張りたい、とりあえず。で、今回はダイエットで初の試みをしようと思ってて、まあ、まだやってないんだけど。そう、だからちょっと新しいダイエット方法を見つけたいなと思って、それの材料もとかもいろいろ今日買ってきました。これじゃあ今日の夜ご飯でした。おはようございます。起きてマジで5分ぐらいなんですけど、
ちょっと今日は寝すぎちゃいました。朝ごはん食べます。朝ごはんっていうかもうお昼ぐらいなんだけど、今日は何を作っていくかっていうと、朝にねバナナを食べるとすごいいいみたいなテレビでやってて、バナナ買ってきてバナナスムージーを作ろうと思います。スムージー大好きだからダイエットにいいということでね、ダイエットっていうかもう体にいい。取り回るわね、見てもう最初から向いてあるやつがだったの。これ最強じゃない？マジで全部これにしてほしいんだけど、まずは用意するものはバナーナ、バナーナですね。あ、そういえばね、あやね、オンライン英会話始めたの英語喋れるようになりたくて、そのずっとね、私 YouTube 始める前が英語を喋れるようになるのが夢っていうか、海外で働くのが夢だったのね。本当に勉強できないからさ、今でもその夢はまだまだ諦めてないので、英会話習おうと思って。オンライン英会話で結構ね変わるらしいよ。そう、知り合いのメイクさんがなんかオンライン英会話やってるらしくて、1年やったら結構聞き取れるようになってたって言ってたから、海外行った時にね。オンラインでもやっぱちゃんと効果あるんだと思って。ヨーグルト、そしたら冷凍マンゴー、そしてアサイの素がなかったのでちょっとブルーベリーにしました。そしたらハチミツ、オッケー、はい、スムージーができました。いただきます。濃厚すぎて入ってこないんだよ。はい、ということで夜ご飯の時間になりました。ということでちょっと材料が結構たくさんあったので、久々にしっかりちゃんと料理してみました。ということですね、今日のご飯はこちらです。まずはナスのおひたしとキャベツと藤っ子だっけ、藤っ子混ぜたやつ。これは白菜の炒め物、かっこ中華風、中華風には見えないけど、普段だったらちょっとお米を食べるんですけど、ダイエット中なのでお米は夜ご飯は抜きます。で、ナスのねおひたし初めて作ったんだけど、ちょっと食べます。ナスのおひたしね本当に好きなの。あや、いただきます。うまっ。ちょっと待ってくれ、え、マジ食べてもらいたい、みんなに。これは何が入ってるかっていうと、豚肉と白菜ともやしと長ネギ、昨日の鍋の余りですね、を味違う感じでアレンジしてみました。うん、おいしい。味付けは超簡単で、醤油と酒と生姜と、あ、鶏ガラスープを入れただけですね。めっちゃ美味しい。これはキャベツ、なんか私キャベツ、シャキシャキのキャベツが食べれなくてちょっとチンしてます。キャベツはなんか太りにくくなる成分が入ってるって聞いたので、キャベツも大量に買いました。美味しい。今日の朝体重測ってみたんだけど、初日から 1.5 キロ減りました、3日で。まあ全然こんな食べて減ってるなら全然いいよね。ということでこんな感じで今日の夜ご飯でした。皆さんどうも。本日は朝から撮影しており、朝から、まあ昼ぐらいから撮影してて、食べる企画でミスドを食べたんですけど、まあそっからね夜ご飯、今日の夜ご飯ということで夜ご飯を作りました。今日のテーマは冷蔵庫の中身を空にしようっていう回です。今回はこちら、じゃーん、美味しそう。まずこれがキャベツと、これ初めて買ってみたんだけど美味しいのかな、これかけて食べるのと、あとはこれはナスと豚肉の味噌和えみたいな、あと長ネギも入れました。あとこれは普通にえのきバター醤油ですね。こんな感じです。今日はちょっとダイエットっぽいんじゃないですか、メニューが。ごま油ガーリックドレッシングだから、なんかあやサラダのあれに近いのかなと思って買ってみたんですけど、どうなんだろう。そう、私キャベツが嫌いで、キャベツっていいって言うじゃん、おっぱいも大きくなるし体にもいいしみたいな。そうだからもうキャベツ食べれるように頑張ろうと思って無理に食べます。いただきます。うん、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 あやサラダとは全然違う味けど美味しい。最初にねキャベツを全部食べてご飯食べたらお腹いっぱいになりそうじゃんと思って、今一気に全部これ食べます。なんとかガリってあるじゃん、いちごガリとか。私それいちご狩りしか行ったことないの。いろんなのあるから行ってみたいなと思って、さくらんぼ狩りとか桃狩りとかぶどう狩りとかあるらしくて、今の季節はさくらんぼらしいのね。そうだからさくらんぼ狩り行きたいと思って、はい、完食。すごいちゃんとお腹いっぱい膨れた気がする。ナスの味噌あえ、うん、うまっ。味付けの天才かもしれない私、クックパッド見たんだけどうん、ネギが美味しい。長ネギもね最近食べれるようになったの。えのきバターもえのきがすごい残ってたので作りました。
うん、うん、なんか本当はさ、18時以降食べないダイエットとかしようと思ったの。普通に仕事的に無理で、そう、やめたんだけど。マジさ、18時以降食べないダイエットが一番痩せる。正直、マジで。ガチでガチでガチで。みんなやってみて、できる人は。環境的にできる人は。はい。ということで、こんな感じで、今日の夜ご飯でした。皆さんおはようございます。ちょっと謝らないといけないことがあります。なんとですね、こう見えて、昨日、ガールズアワード終わりました。ありがとうございます。ガールズアワードまでに5キロって言ったんですか？痩せるって言ったと思うんですけど、2.5 キロしか痩せれなかったです。すいません。で、本当頑張ったつもりはいたんですけど、動画回さない、毎日動画回してたわけじゃないんだけど、ご飯の密着みたいなやつ。そう、それで、まあ、回してない時も、キャベツだけを食べたりとか、結構頑張ったんですよ。でも今回マジで落ちなくて全然。いつもなら結構スイ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 って落ちるんだけど、マジで落ちなくて、なんでって気づいたんですよ。しかもなんか、あんま、なんか食欲とかあんま私湧かないのね。湧くんだけど、まあいいや、みたいになること多いんだけど、今回マジ食欲が止まんなくて、もうなんか食べたいみたいな。でもダイエット中だし、動画にもしちゃってるしと思って頑張ってこう、飴とか舐めたりとか、なんかしのいでたの。もう頑張んないとと思って、みんなに5キロ痩せるなんて言っちゃったしと思って。でもマジで変なくて、なんでだろうと思った時、生理前だったの。そう、これネックマジで。生理前って本当に私食欲やばいし、なんかわかんないけどむくむし、今もやばいじゃん。でもダイエットしても全然減らないみたいな感じなのね。そう、それがもう本当に今回ミスだったっていうか、しょうがないっていうんですかね、まあ、言い訳とかじゃないんですけど。なのでヒカキンさんからいただいた味噌菌食べます。見て、 T シャツもこれだよ。ありがとうございます。送っていただいたんです。こんなとこ持っちゃった。最悪。なんか人形の扱いでさ、子供の扱いが分かるみたいなこと言うじゃん。あ、こんなんやったんだけど。ごめんなさい。見て、可愛くない？いただいたんです。それで私、普段、あ、箸忘れた。私普段、マジでカップ麺食べないのね。何年ぶりっていうぐらいのカップ麺。マジで、1年以上は食べてないかも、カップ麺。マジで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 。1年ぶりぐらいかも。なんかラーメンの方と、なんか飯ご飯の方があって、ラーメンの方いただきます。そう、だから 2.5 キロしか痩せれなくて、で、食欲がもう止まらなくて、毎日。あ、もう食べたい食べたいっていう日々で、もうストレスですごいそれが。だから昨日とかも、なんかケータリングあったんだけど、ガールズアワードの。全部持って帰ってきちゃった。で、食べちゃったの。やばいよね。ほんとごめんね。今回はちょっと、しょうがない？そういう時もあるよねっていう。ガールズアワード皆さん見ていただきましたか？どうでしたか、私の美女。こんなんじゃなかったですよね。いただきまーす。え、これ入れんのかな？え、これ辛いのかな？入れた方がいいよね、絶対。ヒカキンさん的には絶対入れてって感じだよね。え、辛いやつかな？ラー油的な？あ、ちょっと辛いやつですね。ちょびっとだけにします。すいません、私辛いの苦手なんで。うん、うんうん、え、濃厚味噌って感じ。え、マジでカップラーメンとかめっちゃ久々なんだけど。でも私は、あさって、サツコレがあんの。札幌コレクション。あるし、来週ぐらいにまた TGC みたいな。なんかランウェイあるの。だからダイエットは継続しないといけないもんなの、本当は。だけど一旦チートで、一旦。で、これで、まあ頑張ろうっていう。うん。まあそういう時も必要だからね、普通に人間。いや、マジで生理前ってこんなに痩せられないもんなんだって改めて気づいた。いや、普段だったらマジで普通にマイナス3は余裕で言ってた。悔しい。はい、ということでね、まあ、なんとダイエット中にカップラーメン食べる人いますかっていう。はい。そんな感じではありつつ。うん、ほんと、今回は失敗です。けど、まあ 2.5 キロは痩せました。それを褒めてって感じ。はい。なんで、でもまあ、これから夏になるので、マジで私はダイエット頑張ります。本当に。なんかもう、一時的なダイエットとかじゃなくて、もうずっと継続的に痩せるっていう、キープする。それを目指して、次は絶対頑張ります。Shoot me down with lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh, how seasons change, winds picking up.'Cause you said something, then I said something. Now I have nothing. I just want to love you.